おはようございます。眠い。すっぴんなんですけど、すっぴんなんですよ。体力がないもんで、階段登っただけでちょっと前半してます。どうも、モカです。ということで、私は今見ての通りお外にいます。どこに向かうかというとですね、今からちょっと美容室に行こうと思っていて、やっぱりここ1年間ぐらいから1年ちょっとずっと同じ髪色をやってきたんですけど、ちょっと皆さんも飽きたと思うし、私も飽きたし、みやべくんもきっと見飽きたと思うので、何か変身できないかなと思って美容室を予約したんですよ。でも実はまだ髪の毛は何色にするか、長さをどうするかとか決まってなくて、ちょっと美容師さんとお話をしながら決めようかなって思ってます。でもまあ、そのサプライズ的な感じなので、ちょっとみやべくんを驚かせたいなと思っているので、なんか変化を施さなくてはならぬということで、ちょっと向かっていこうと思います。今日なんか本当に眠くて朝全然起きれなかった。化粧していこうと思ったんだけど無理でした。じゃあちょっと向かいます。ポチポチ買ってきました。聞いてください皆さん、なんとですね、私3時から予約してたんですけど、お店を出たのは10時ということで、4、5、6、7、8、9、10、計7時間美容室にいました。さすがにね、もうお尻から根っこが生えてくるんじゃないかぐらい充実しておりましたが、大変可愛くなれたのではないでしょうか。てか、なんでそんなにかかったかというと、まずエクステを取って相談して、ブリーチして、髪の毛の色を入れて、エクステつけて髪切ってとかしたら、そんな時間になってしまって、私より後に来た人たちもみんな帰って行っちゃったから、なんかすごい寂しかったです。でもだいぶ可愛くなれたんじゃないのでしょうか。可愛くないですか。ですね、私の今回のポイントは、ここの毛先わかりますか。この毛先のこのシャ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 っていう、なんて言うんだっけ、レイヤーってやつを入れてもらったんですよ今回。これがポイント。あと後ろ向いたらわかるんだけど、めっちゃ綺麗にパッカンと映ってんのかな、ツートーンされております。てか、ずっとそう、髪の毛の色を変えたかったんだけど、何にしたらいいか分かんなくて、5日前ぐらいにね、仲いい友達に、私髪色何がいいと思うって言ったら、ツートーンをおすすめされたのね。でも私ツートーンあんま好きじゃないんだよねって言ったのに、これになってました。あー、かわいい。超かわいい。ちょっと普段より可愛いんじゃない。いつものよりも可愛いんじゃない。ねえ、可愛くない。可愛くないですか。嬉しいな、本当に。でもこれで地毛が死んでしまいました。だいぶお亡くなりになってしまったんですけど、可愛いから OK。 嬉しい。うわー。でですね、皆さん、この髪色を宮城くんに見せるために、さっき宮城くんのことをこの家に呼び出したんですよ。そろそろこの家に来るんじゃないかなと思いますのでね。びっくりするかな。でもそんな変わってないかな。なんかいつもさ、ここに私ピンクつけてるじゃないですか。そのピンクの面積が増えちゃったよぐらいで、気づかれない可能性も高いんだけど、まあびっくりしてもらえるといいなって思っております。かわいい。遠くから見てもかわいいけど、近くで見たらもっと可愛いね。キャッ。ルン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 しちゃうな。早く来ないかな。来た。よいしょよいしょよいしょ。みやべくんです。おい、びっくりした。みやべくん、てか、なんか健康診断の動画撮ってからまた不健康になった。うん、カメラ撮らないで。結構不健康になった。いいよ、まあいいよ、それビデオやめて。やめないよ。肖像権あるから、ね、普通に。あとなんかすごいさ、ファッションだね。かっこいいでしょ。ガラガラすごいね。俺ヤンキー目指してるから、どうでもいいねん。その前何や、その髪型は。見て、勝手に人の許可なく、お前髪型変えんな。そう、変わったと思う。うん、いつも、ウルトラマン違うよ、いつものピンクの面積がちょっと増えちゃったかなっていう。増えすぎやね。いや、増えすぎや。メンヘラのヒカルさん、これおふざけですか。可愛くないってこと。いやいや、これふざけてる。正直いつものやつより可愛いと思ってるんだけど。
正直いつものやつより似合ってると思ってんだけど。あ、普通に、あ、これネタじゃなくて、ちゃん、普通にやった。あー、かわいいなー。普通にって何？普通にかわいいって何？感謝感謝違う。え、かわいいやん。あー、いいですやん。あー。今はもう上がりになっていったんね。玄関先でもなんですからね。いや、なんすかこれ。これかわいくないの？いや、かわいいとは思うけど、なんか。ピンクの面積増やしてみた。後ろ現実的。あー、ほんとだ。すごっ。だからさ、これさ、ツインテールとかするとさ、すごくない？うん、まあまあ、いいわ。じゃあ、はい。いや、上がって。いや、上がっていただいて。カメラ持って。宮城くん？せっかく来たんだからね。宮城くん？なんか大事な話があるってか、何やろ？あ、今、考えた話かい。宮城くん？宮城くん、仕事してちゃんと。ちょっと、ちょっと！なんやねん。一回お話ししてこって。やっぱり茶でも飲んでから帰りなよ。ちゃんと俺がこのあげたスーツケース、これ使ってるの？これライブとかね、ライブの遠征にも連れてってるよ。大阪も行ったし、宮城も行ったよ、もうすでに。人のお茶飲まないでな、勝手にな。許可なく飲まないでな。まあ一回座りなって。一回座りなって、とりあえず。ちょっと宮城くん。寝るために帰ってきたんじゃないよ。ここ寝室じゃないよ。鳥のうるさい。ビレバンとかに売ってるさ、鳥ガラスープみたいな鳥のさ、ぬいぐるみじゃん。あの、やめて。ミヤくん起きて。やめて、普通に。なんで？だんだん俺がブサイクになっていくにつれて、反比例したのが可愛くなっていくの、やめて。え、ってことは似合ってるってこと？この画角ではやめて。誰も見たない、この画角は。ちょっとエティーだね。エティーだ。ああ。ちょっとやめて。ちょっとやめてな。ちょっと本当にあっち行って。じゃあちょっと来て。分かって、なんでもういいよ、可愛いよ。一回髪の毛に対してさ、話そう。上に乗っちゃうよ。怖い。親指みたい。ちょっと早くおいで。モカル？ノーモカルさん。モカルじゃないよ。じゃあちょっと光の真似してみて。わかんないよ。というわけで緊急で動画回してるんですけどもって言って。というわけでね、緊急で動画回してるんですけども。はい。で？本日は髪の毛変わってきました。いや関西弁やで。関西弁か。なんかあれ、だんだん可愛くなってきたんちゃう？なんか。だんだんって何？だんだん女の子って、女の子からこう女性に変わっていって、パパーに変わっていくんですけど、BBA になっていくんですけども、むかちゃん、だんだん可愛くなってきてない？なんか。なんかね。でさ、だいたい男性って、こう、年を重ねるごとに、まあ、幼い顔出しから、深い感じで出てくるはずなのに、めっちゃブスになってない？でもさ、宮城くんってさ、幼少期めっちゃ可愛かったじゃん。うん、だからさ、あれなんじゃない？そこがマックス。あい失礼やぞ。嘘だよ、宮城くん。いつもマックス。僕ね、あれなんですよ。やっぱ幼稚園生の時とかは、マジで、スカウトされるように可愛かったからね。すごいよね、それって。いや、だって、今可愛いやん。もう、キュウキュウしてる。可愛いやん。ストレスに口まみぎがやばいね、今。でもね、好きな人とハグするとさ、うん、ストレス解消できるらしいよ。うん、あ、別にいいです。好きな人とかできたことないから、人生で。ああ、ハグしたいってこと？俺と。してあげてもいいよ。いや、別にいいわ。別にいいですわ。あ、そう。どうした突然。うん。だって、宮城くんが大変そうだから。ハグというか、まあ、おっぱいも見たいね、ちょっとね。正直。高速道路でさ。突然どうした？高速道路で、高速で車が走ってる時に、うん、窓から手出したら、うん、それが感触らしい。だから、乗ってきなよ。いや、その何回も試したことあるから別にいいよ。そんなこと俺が知らないわけなくない？知ってな。当たり前や。何回やってると思ってんの？結構キモいね。でも別にいいや。おっぱいないや。あるよ。ないよ。あるよ。ないよ。あるよ。君のあるちょっとおかしいよ。うんうん、あるよ。うん、そうなんだ。まあいいわ。まあとりあえず可愛いわ。うん、よかった。可愛い。じゃあどっちが好きね？どっちが好き？いつものとこっち。どうせいつものって言うんでしょ。早急に帰ってきて感じだった。いや、突然そんな変な色にしてくんだよ。なんで変っていうの？変だろ、普通に考えて。変じゃないでしょ。おかしいでしょ。おかしくないでしょ。いやいや、普通ではないよ、普通に。歌舞伎町にそうじゃんだって。歌舞伎町じゃねえから、ここ。そっか。うん。変ではあるだろ。変ではないだろ。いや、変だろ。
お前これがもし YouTuber じゃなかったらかなり変やぞかなり勘違いしとるなみたいなやつになっとるよ。ちなみに言うとくとせアウトなんよいやアウトアウトアウトギリギリ地平線のようになって、なんでそんな変な色にしようとしたの。私は変な人間だから。うん、だってこれさ、だって色落ちすぐしちゃうでしょ。でピンクシャンプー頑張る。いやいや無理だって。頑張っていく。あ、そうなの。まあね、これがだから最後の派手髪ってこと。いいえ、人生最後のなわけないでしょもうさ全部ピンクだけお願いがやめてな。なんか全部ピンクおかしいから。こっちの方がいい。ああ、まあこっちの方が全然可愛いと思う。めっちゃ可愛いと思う。あの美容師さんといつものやつよりこっちの方似合ってるねって会話で盛り上がったよ。じゃあ俺もしてくるよそれ。いいじゃん。俺も半分金髪にしてくるよ。じゃあ反対ピンクにしてもうかと。そしたらさ2人でコツンってしたらピンクとピンクでしょ。ひょすぎやろ。何色してほしい。じゃあ半分ピンク。嫌 やピンクだけは嫌や。なんで一緒にしよう。絶対嫌や。おそろっぴしよう。いや絶対嫌ですなんやねん。でーん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 。後ろがさ芸術的。だからこれあれなんじゃない、こういうふうになんかさ、あの、うん、髪の毛こう結んだりとかしたらさ、その可愛くなんじゃない。そう、だからツインテールがめっちゃ普通に下ろしてると、なんかいやツイン、だってこっちから黒こっちからピンクなんだよ。超可愛くない。夢じゃん。いや夢物語。ツインテールはやめて歌うな。やめてもらって。ツインテールはやんなくていいと。やります。いや、いい。いいです。うん、まあ、ツインテールってさ、あなたに関しては僕ツインテールいつも否定派やろ。ツインテール可愛いよ。ここまで高いツインテールだと好きじゃん。低いツインテールが嫌いなの。あ、そう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 。ってことは、うん。デレデレー。違うな、なんだ、ガリレオ。ロリコン。あーい、あーい、お前失礼。お前失礼だろ普通に考えて。お前ぶっ飛ばすぞ。ロリコンじゃない。食べちゃった。汚ねマジで。ロリコンじゃないよ。モカコンやで。めっちゃおもろくない今の。ちょっとさすがに天才かもしれない。よだれ垂れちゃったからそれもカットしてる。いやカットしてる。ねえ死んで。ちょっと結構垂れちゃったからね。それはしません。いやいや。はい、じゃあ今日はありがとうございます。大事な話じゃないのじゃあ結局。頭可愛くなったよってこと。ああ分かった。じゃあ、okay、お疲れ。じゃあね。またね。さよなら。うん、お疲れ。うん、買います。ちょっとタレを飲んできなさい。いいですいいです。いいですなんやねん。万人だよ。みやびの真似します。そんな顔ってせんよ。写真撮ってた時は俺。みやびの真似します。そんなことせんよ。結構似てない。それ姿勢が悪いだけでしょ。ちょっと待って待って待って、どこだっけな。超一緒やね。僕とおばあちゃんと近所のおばあちゃん。やめて。この宮城くん。確かに似とるわ。でしょ。ちゃんと見てるってことよ。うん、よかった、ありがとう。舐めないで。というわけでまたね、皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。今日はじゃあ大学生っぽく前髪上げましょうか。なんかすごい乗り気じゃん、あんな文句言ってたのに。いや、めんどくせえよ。乗り気じゃん。めんどくさいけど、じゃあこれどよくわかんないけど、まあ、いい。何やってんの。一応コンタクトとかも防いでた方がいいかな。ああ、そうだよね。めっちゃノリノリじゃん。ノリノリっていうか、もうしゃあないよ。今はできないでしょ。そうだよ。じゃあせっかくやったら、やっぱ下北女子をちょっとやっぱ救いに行かないと。楽しもうとしてんじゃん。下北女子とデート。下北女子モカだよ。いや、お前違うだろ。入れ方怖。俺が黒と白ばっか着んのはなんでかっていうと、汗が染みるからなんですよ。僕、結構汗かくからさ、その時に汗染みると嫌じゃん。やば、おじいちゃんよ。だから、まあ学生の時から、まあその黒と白ばこれ、宮城くん、ゴミはねえ。すいません。でも、こう YouTube 始めてから、外出なくなったから汗かくっていう声がなくなったのね。うん、だから別にもうこういうの OK。まあ俺ね、実はね、下北来たことないんですよ。え、初めてです。じゃあ、任せて。あ、お前来たことあんの。
ライブしたことあるんだよ。あ、そうなんだ。じゃあ下北マスターなんですか。2回ぐらいしか来たことない。ないんかい。じゃあ何でも下北にしたね。ねえねえ、平安時代ね。うわ、はい、寒い寒い。いいっすか皆さん、あのカメラ持ってて食べられないっす。ってか無理無理無理。でもそれ吸えんじゃない、そんぐらいだったら。なんこれ混ぜないと美味しくないよ。寒いし、ほんで寒い、肌水垂れてる。結構これ地獄なんだけど。そうやってってカラオケでちょっとやることするのがカラオケなんよ。ほんでこれね、ちょっとワンポイントアドバイス。ハンガーとかあったらさ、こういうアウターをさ、こういうのにかけてさ、あと目隠しするやつとかいたりするんですよ。要注意ですよ皆さん。やばいですよそれ。じゃあこれかけとくか。ミヤラ君そういうことやってたんだね。よし、じゃあお楽しみの時間やで。やめなさい。俺はそんなことしないよ。でもそういうこと知ってるってことは、ミヤラ君もそういうことやったことあるってことでしょ。やらないよ俺は。ミヤラ君ってそういう人だったんだ。じゃあインキャッチってたら嘘なんだ、キャラなんだ。本当はそういう風にパイプみたいなことしてたんだ。女の子友達いないとか言ってるけど、女の子友達いたんだ。ミヤラ君ってそういう子なんだ。ドン引き。してません。